皆さん、こんにちは。アリョーナです。今日は自宅からのおしゃべり動画なんですけど、今日はなんと珍しくあんまり元気のない配信でございます。まあ多分私は元気よくしゃべるかとは思うんですけど、ちょっと珍しく、まあ、ネガティブ系の動画を作ることになりました。私はもともと自分の YouTuber としての役割っていうのは皆さんに情報を提供したり、何よりやっぱり皆さんに楽しいコンテンツをシェアすることが最も重要だと思ってるので、あんまりなんか自分の、個人的な悩みをシェアしたりとか、なんかちょっと負のことはあんまり言わないようにはしてるんですけど、でもですね、やっぱり最近のその自分の現状についてどうしても皆さんと共有したかったので、このような動画を作ることになりました。で、タイトルの通りちょっと私に限界が来てしまったかもしれません。で、今日はちょっとそれについて、詳しく話したいと思います。心配する必要はないです。一人でなんとか頑張ってなんとかするんですけど、ちょっと最近の現状についてお話しできればなと思います。はい、まず私はこの YouTube チャンネルを始めて2年半くらい経ちましたね。2019年の末ぐらいに始めたので、はい、去年の12月で、2年で、今はもう本当に2年半ぐらいなんですけど、で、とっても正直に申し上げると疲れてしまいました。本当にもう死ぬほど疲れてしまいました。いや、YouTube やるのは楽しいし大好きです。本当に大好きで、これからもやりたいんですけど、実は全てを一人でこなすのってとても大変なことです。はい、なんか一部の方から見て、いまだに YouTube なんて仕事じゃないっておっしゃってる方もいるかと思うんですけど、なんか仕事として見ない理由が一つも思いつかなくてよ。っていうのも、新しいから、なんかこれ何なんだろうっていうふうに思う方もいるかと思いますね。はい、収益とかどうなってるかとかもわからないしね。で、暇人に見えるっていうのもそうかもしれないんですけど、実は YouTuber って本当に大変です。趣味でたまに少し出すぐらいだったらいいんだけど、それを仕事として活動してる人っていうのは、まず自分一人でネタを考えます。何について喋ろう、どこに旅して何を撮ろう。はい、で、それまず自分で企画して、で、企画をしたら次は収録するんですよね。で、収録も全部一人でってなると、それも結構大変だし、その後、とても大変な作業、編集ですね。おしゃべりだったらまだ簡単ですが、旅動画とかになると結構何時間何日もかかったりして、それで全て自分でゼロから生み出して、皆さんにコンテンツとして提供して、で、皆さんにもらって、こちらが広告収益を得てるわけなんですけど、これが立派な仕事なんじゃないかなとは個人的に思ってて、もちろん私は普通に税金も納めております。個人事業主として登録してて、毎年ちゃんと申告はして、ちょうど今年ももうそろそろなんですけど、申告もして全部一人でこなしてるので、なんだろう、仕事じゃないって言われてもっていうふうに思うんですけど、とにかく私の場合は実はやってることって YouTube だけではないんですね。皆さんご存知の通り、私が大学院にも所属していて通っていますし、通ってはないですね。全部オンラインなんですけど、実は勉強もしてて、あとはモデルと登山もしてて、あと時にはいろんなね、地方のプロジェクトだったりとか、地方に自分で行ったり、呼ばれたりとか、いろんなことに取り組んでるわけなんですね。で、時々コメントでも、いや、大丈夫かね、こんなにいろんなことをやって本当に間に合ってるのとか、ちゃんと勉強してんのとか、そういうコメントもいただくんですけど、はい、ちゃんと全部やってます。ただただここ2年休んだ日は1日もありません。もう私には土日という概念もないし、基本的に何かしら毎日作業あります。それが勉強だったり編集作業だったり、なんか収録とか、何かしら毎日毎日作業をして、で、別に
これって文句じゃないんですよ。自分自身でこういう生活を送りたい、こういうふうにしたいって思ってるから、こういうふうにやってるわけなんですけど、でもやっぱりですね、もうね、大変疲れてしまいました。やっぱり2年間こういう生活、一切休みのない生活を送って、まだ体力はあるんですけど、なんか精神力がないと言いますか、最近はこうやってカメラの前に座って何か喋るのって、別に体力はあるけど、なんかうまくいかないんですよね。それは何について喋ろうということ自体もあるんですけど、ネタが決まっても、なんかカメラの前に座るだけでも疲れてしまうということまであったりして、はい、まあ、とにかくですね、疲れてしまいましたので、自分の生活とかいろいろと見直して、これからはもうちょっとゆっくりめでいけばいいんじゃないかなとも思ったりしております。はい。で、疲れが溜まったのもそうなんですけど、純粋になんか自分が今不安に思うこともいくつもあって、まあ、YouTube 内で全て話せるわけじゃないんですけど、例えば最近は、帰省しようとしてるんですね、ずっと。でもなかなかそれができなくて、年末に本当はロシアに一旦帰って家族と過ごしていこうかなと思ったんですけど、その時はほら新しい株出てきて、いや、新しい株出てきて状況読めない中で帰るの怖いなと思って一回2月に延期しました。実は今週末に帰る手でした。ちょうど大学も休みだしね。はい。なんですけど、やっぱり今もあんまり状況が改善してなくて、なんなら自分自身もかかってしまってどういう目に遭うかもわかんないし、でもうほぼ泣きながらもまたチケットをちょっとキャンセルして、またなんか時期を待ってる感じなんですけど、まあ、家族と会ってないのはもう1年以上ですね。まあ、人によってはなんか3年に2回しか会わないという方もいるかと思うんですけど、私は今まで年に2回は必ず帰っておりました。この時代になるまでは。で、1年以上今帰れてなくて、なんかね、寂しいのもそうだし、家族に対する罪悪感、別に物理的に行けないっていうことはない。ただリスクを考えると、もしも私が日本を出て半年後、例えば日本に帰ってくれなかったら、もう生活が崩れてしまってどうするのっていう不安があるので、なんか物理的に帰れないことはないけど不安があるからなかなか帰れなくて、いやでも家族が大切なら帰ればいいじゃんとか自分を責め込んだりとかもして、寂しいのもそうだし、こうやって責め込んだりもするので、最近はなんか週に何回か悪夢とかも見るようになって、でなんか家族にとりあえず大変なことが起きてしまうような、もう実はこの世にはいないのに、なんかおじいちゃんになんか変なことがあったりとか、なんかお母さんに変なことがあったりとか、なんかそういう夢を見ることが非常に増えて、もう精神状態は多分今あんまりよろしくないっていうわけなんですね。だからこのように精神状態があまりよろしくない中で、まあ、こういう創作的な活動って言えばいいんでしょうか、動画作ることが結構やっぱり非常に難しくなってきました。はい。それともう一つあるのは、まあ、YouTube ってもちろんただ遊びでやることもありです。でも私はこれをお仕事としてやってる部分も大きいですね。これである程度自分の生活自体も成り立ってるので、その全く伸びない動画作るっていうこともある程度はできるんですけど、まあ、その視聴回数とかそういうことを気にせずに全く何も考えずに活動することもできないわけなんですね。でそのようなプレッシャーにも追われて追われて、何作ろう、ああこれ作ろう、でもこれ伸びるのかな、大丈夫かなとか、そういう不安に結構追われたりして、なかなか作るのが精神的に無理だったりするわけなんですね。本当はいろんなアイデアあるんだけど、作るまでがちょっと難しい。まあそういう時期が実はもう何ヶ月も続いておりまして、去年の秋ぐらいからですかね。はい。でもやっぱりやらなければいけないので、必死に頑張ってはいるんですけど、やっぱり自分自身を追い込んでしまう部分が非常に大きいんですね。しかもそれに加えて YouTube 自体の環境も少し変わってきて、まあやはりその何でしょう。最近はいろんな似たようなチャンネルが増えたじゃないでしょうか。他のロシア人だったりとか、ウクライナ人だったりとか、他の国の方も増えて、やはり競争も激しくなったということもあって、今まで
皆さんが見たような動画でも見られなくなったりとか、そういうことも結構増えていますし、単純に何でしょうね、人が増えるのっていうことだと思うんですけど、よく考えると視聴者側のお時間っていうのが増えないわけなんですね。視聴者の皆さんには1日に24時間しかない、私自身にも24時間しかない。そうなってくると動画の数が増えれば増えるほど、まあ自分自身が見てもらえる部分が減っちゃうから、そのような環境の中でもやはりプレッシャーとか、ああどうしようかなって感じる時もやっぱりあったりしますね。まあ言っちゃえば今 YouTube がある程度飽和状態になってるので、相当自分のオリジナリティを出しておかないとなかなか生き延びない環境になってるんじゃないかなと私は思ってます。でやはりそういうこともあって、今までほど動画作りっていうのは、まあ、簡単にはいかなくなっちゃったんですよね。ただ私はやはり今やっていることが好きです。でそれが自分に対するストレスにはなってほしくないし、で続けたいわけなんですね。はい、ちょっと疲れました、大変ですとか限界ですとかって言うと、結構皆さんから、まあ、だったら休めばいいじゃないとか、そういうふうな優しいコメントもいただくんですけど、やはりこれって趣味だけじゃなくて仕事でもあるから、急に完全に休むということはできないんですよね。まあ、変な話、例えば配信を完全に止めといて、しばらくはもちろん生活はできますけれども、 YouTube っていうのは一回配信を完全に止めてしまうと、しばらくこの更新がないと、久々にアップした時に実はもうあんまり伸びなくなる時って非常に多くて、まあ、仕組み説明すると難しいんですけど、簡単に言うと長い間休むと結構損する部分がとても大きいんですね。だから少しずつゆっくりとでもいいから、やっぱり更新を続けなければいけないっていうのが、まあ、現状としてありますので、まあ、完全に休むっていうことは、まあ、想定外っていうか、できないわけなんですね。はい、で私は、まあ、今月は2月はね、ちょっとペースはやっぱり本当に大幅に落として、まあ、自分に無理をさせない程度にはやってるんですけど、でもやっぱりもっとやらないと、もっと頑張ろうとか、そう思ってしまう性格なので、自分との戦いっていうのは多分今最も難しいわけなんですね。はい。まあそこも含めてちょっとね、ゆっくりと頑張ろうかなと思います。はい。まあ、これからやりたいこともいっぱいあるし、それこそやっぱり山のチャンネルの方にも、これからもたくさん力を入れて、皆さんにもですね、日本の素晴らしい山岳風景をお届けしたいし、田舎の美味しい食事だったりとか、そういうこともやっぱりこれからも発信していきたいと思うので、まあ、自分に無理のない程度に、で自分の生活も崩れてしまわない程度に、これからもちょっと配信はしていきたいと思いますが、まあ、ちょっとなんか私が愚痴ったりとか、いや大変です無理ですとかって言っても、びっくりしないでください。あったかい目でメモってください。でぜひこれからもお付き合いください。はあ、今日は本当に完全に独り言で、完全になんか悩み相談で、ここまで話していいかどうかわからないんですけれども、まあ、とりあえずちょっと今は自分にとって大変な時期なので、今までみたいに更新がちょっとできなくなるかもしれない、なんかちょっと変化もあるかもしれないということだけを皆さんにお伝えしたかったです。はい、はい、これでちょっと心が楽になったかもしれない。はい、では今日はこの辺りまでにします。コメントは全て読みますので、ぜひ皆さんのご意見とか何かありましたら書いてください。はい、では最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。これからもよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。そう、これからちょっと都内にお出かけです。お出かけというかお仕事です。行きます。